ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さて、一回やられてしまいました。で、めちゃめちゃ強かったんだ、このマーキオシエルシオンが。そっか、ムービーのとこも消えちゃってるんだな、申し訳ない。ムービー見せれなかったですね。ね、このエルシオンがね、エルシオンの格好してて魔物に変わるシーンがあります。はい、気になる方はね、ぜひご自分でプレイしてみてはいかがでしょうか。ではね、戦闘いきたいと思います。かなりレベルを上げてきましたんで、これで大丈夫だと思うけどね。ピオリムがある必須ですね。こいつルカニが効かなかったんですよ。防具も多少整えてきた。早く作ると欲しいね、ピオリム。まあ、とりあえず、前3人が、エルシオンより先に攻撃できるのであれば、それで問題ないから。強いな。ベホイム1回で大丈夫かな。メラミ撃ってみたいんだよね、覚えたんで。まあ、体勢が整うまでは、まあ基本的にはプラス回復で誰も回復にいずれ回して、で応援とミリアのコンボして、あとはメラミでこうやって攻撃していこうかなとは考えています。34キャダルコか。こうなった時は回復ですな。ホイミー、ベホイミー、メラミ攻撃。必殺チャージ、プラースの必殺チャージをうまいこと使いたいところ。盗賊の必殺は何なんだろう。ベホイミでミリアを回復、往復便だ。必殺チャージヒャダルコ、うん、同じパターンできたか。プラース必殺チャージきた。じゃあここは回復にちょうど回しちゃおうかな。戦いの後必ずお宝ゲットか。応援ミリア、必殺ゴスペルソング、呪文メラミ、必殺回心攻撃が必ず出る日、夢の大技。よし、行っちゃいましょうか。テンション上げの回心確実？全回復。まあ、この状況だとベホマラーみたいなもんか。メラミ、やっぱメラミ強い。お、一回かわした。回心必中。201。応援ミリア。呪文スカラ。プラス。呪文メラミ。攻撃。お、20まで上がるのか。これはラッキーだな。ダーン。どれくらいいくかね。これは楽しみですね。ドルクマ25。わ、強っ強っ。テンション上げマジで。ミリア、スカラ、やっぱベホイミだな。ベホイミ、ミリア、メラミ攻撃。これ100まで貯めたらどうなっちゃうのよ。やばいでしょ。もう全然勝てなかったのに、やっぱレベリング数だけでこんなに違うんだな。もう楽勝だもんね。最大ヒットポイント量が上がったから、全然2回攻撃食らっても大丈夫なんですよね。そのせいですよね、これはね。回復1人で間に合ってるもんね。で、3人で攻撃できちゃってるもん。うわ、マジか。レベリングって大事なんだな、ほんと。賢者の聖水。いかん、私がいなければエルシオン学園不良の巣に。頭が割れる。もしかして果実食べてた系ですか、エルシオンのおじいちゃまも。あー、やっぱそうだったんだ。
てて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 ん、てててて、んじゃないね。じゃないんだね。そっちの方の SE が聞きたいんだけどな。お、元に戻った。おしっこ漏れそう。君らが才能あふれる若者だからだ。だから私は果実に願った。だがまさか魔物になろうとは行き過ぎた教育への熱意が果実の力で暴走してしまったようだ。これほど素晴らしい生徒がいるなら、残念、生徒じゃないんだな、それが。お助けに来ただけだったんだな。まあ、これで、心置きなく、いけるわけですね。もうね、エルシオンは大丈夫。バイバイ。これで無事エルシオンも解決ですね。よかったよかった。お見事でした。エルシオン教の幽霊が犯人だったとは。エルシオンの名に恥じぬよう指導していかなければなりませんな。じゃあ、いずれにせよ学院の信用を落とさずに済みました。さすが名探偵。お、お金ありがとう。あんまりいらないけど。ディテクティブダール。ネクストダールズヒートみたいな。探検みたいなやつだね。はい、失礼しました。武器や盾のスキルを向上させたいならぜひ当学院で、そんなことできんだ。ちょっとやってみようか。せっかくだし。やってみよう。どうすればいい？どうすればいい？すっげえ上からな。盾スキルとか一切上げてないからな。攻撃に勝るものはないと思ってる人だからね。魔力の土持ってるかな。あ、あれなんだね。いろいろとクエストが溜まってるともうあれできないようになっちゃうんだ。知らなかった。スキルを上げられるらしいんだけど、どこで上げられるんだ。授業を聞けってことなのかな。ハンマースキルか。こういうのもあるんだね。そしたら槍スキル、探検スキルだったら問題ないんだろうけど。なんかないかな。無知スキルか。ゼシカ連れてこないとな。奥義スキル。みんなスキルだね。わだだだ。同じ人に声かけちゃってる。ここはもう行ったか。この人まだ。これクエストクリアするとなんかいいことあんのかな？あ、大して何もなかったな。どっかにちゃんと全部話聞けばできるんだろうけど、まあいいか、それは今度で。動画じゃなくてもいいよね、それはね。じゃあ、今回はもうちょっと先に進みたいですね。まだ時間が時間だからね。エルシオン学院に飛んで、いきなり正面に敵出てきた。なんか北にあるよね。じゃあ行ってみようかな。おう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 。おう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 ちょっと行ってみましょうか。おー。ひゃっと湧くからね。触れちゃいそうだ。海だねー。
あれがないと、船がないといけないやつだね。ん？悟りそう。悟っちゃう？特に何もなさそうですね。じゃあ、ルシオン学院に戻ってと。どこにあるかな？船どっか行っちゃったな。次ここ行ってみましょうか。そしたらここら辺入れそう。うん、あ、船あった。遠いな。お、なんかいっぱいあるよ。花の蜜、花の蜜、花の蜜。これ上がれない。おっと、ぐるっと回る。うわ、ぐるっと回る。あー、わかった、諦めよう。グビアナ城とかに行って、そしたらそれなりの近さにあるんじゃない。結構あるか。まあいいか。次どこ行けばいいんだろうな。とりあえず全大陸行ってみようね。でも、この辺？あった。船に乗って決める。右上にさっきのエルシオン学院があったんだから、その右上の大陸行けそうと思いきや、あれ多分浅瀬で行けないようになってるから、この北の大陸に行ってみようか。よし、じゃあ、ここはシャッと倒して、実況は終えましょう。で、改めて着いたところからスタートしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。